はい、速稼塾の久保です。今日、産経新聞のニュースでね、すごい記事が出てましたね。これ、図が見えますか？これ、尖閣諸島なんですけども、もうね、冗談じゃない事態が起きてます。なんと、尖閣諸島を取り囲むように、中国の軍艦が、もう幾重にも取り囲んでるんですよ。このままでしたら、尖閣諸島は、もう日本の軍隊なり、日本の勢力を奪われてですね、もう尖閣諸島は、こう、実効的に、実質的に中国のものになっている、中国の支配下になります。そして尖閣諸島にですね、沖にあるように、勝手に基地を作られて、勝手に人が住んで、勝手に経済活動が進んでってことになると思いますよ。で、日本政府何やってるんですかね？河野防衛大臣。ちんたらしてるんじゃないですかね、これ。何のための、大臣なんですかね。何のための軍隊なんですか、自衛隊なんですかね。うん、まあ、このね、自衛隊の方には本当に危険なこと、危険な任務に立ち向かっていただくということになりますけども、だからね、安全なところから何言ってんだみたいなことになりますけども、でもこれ、ね、申し訳ないですけども、任務ですから、ぜひね、日本の国防のために、訓練も積んでると思いますし、そして志願してると思うんですよ。ここはちょっとね、一肌脱いでいただきたいかなと思います。で、私たちは、すみませんけども、その軍を支えるために、コツコツと納税をね、今後も続けますんで、これに関してはね、もう、特にね、軍備を縮小しろとか、言えないですよ。こんなところまで来られて、それこそね、わけのわかんない増税とかっていうのは耐えられないですけども、でも国防のための増税なんてのは、惜しくもなんともないですからね、もうぜひね、やっていただきたいと思いますし、で、これから少子高齢化を迎えて日本の若者は減るんですよ。ということは、もっともっと効率よく軍備を整えないといけないということをね、考えると、戦闘機どんどん買えばいいと思うんですよ。潜水艦どんどん買えばいいと思うんですよ。ただそれを運用する兵士が少なくなりますんで、そこは AI を活用してみたりとかね、なんか措置を講じる、まあ予算をどんどん突っ込まないといけないと思いますけども、どうなんですかね。もしかしたら核を持とうかって話にもなるかもしれませんけども、70年前と違って今は核を持つこと、私はね、あんまり反対できないですね。その使うことはやっぱり何としてもやめていただきたいんですけども、でもその所有することによって、五分になるっていうかね、もう日本は国力がないんで、数が足りないんですよ。兵隊の数が足りませんから、だから圧倒的な何かね、脅しを持っとかないと防衛すらできないってことになっちゃいますね。で、これ、すごい怖いですよね。ちょっと記事読みましょうか。中国海警局の巡視船が尖閣諸島の領海に侵入する際、中国海軍のミサイル艇が巡視船に連動して、台湾付近に展開していることが1日分かったですよ。これも完全に中国の勢力下になっちゃってますよ、これ。で、本来だったらこれ、領空侵犯、領海侵犯で出て行ってもらわないといけないんですよ。で、海上保安庁はどうしてるんだってことですよね。そのためのパトロールじゃないかなっていうことなんですよ。これはね、もっともっと、ここにね、任務に携わる方には本当に生命の危険とか恐怖とかあるんで、そういうことを考えるとね、非常に言いにくいんですけども、でもそのために、自衛隊ってのがあるわけですから、そしてそのために海上保安庁ってのがあるわけですから、ぜひね、そこは、ちょっと、任務に携わっていただきたいなと思いますよね。ちょっとね、言い方が申し訳ないですよ。複雑になります。同じ日本人の命を盾にするようでね、私は本当に言いにくいんですよ。私がね、本当にもうこういうことを、言う資格もないかもしれませんけども、でも納税してるんで資格があると言わせてもらいます、今日はね。どっちにしてもこれ、このまま済ませれる問題ないですよ。もうやっぱり排除していかないといけない。そのためにも、その自衛隊の若い職員が現場に行くようなことにならないためにも、外交でね、やっぱりこういうことは遺憾のいいとか言ってんじゃなくって、で、あれでしょ？二階さんとかの、なんか、中国と仲いいんでしょ？二階さんとか。何こんなことさせるなって話ですよ、やっぱり。今度これはね、声を大にして言いたい。そして、多くの方がこのことについて疑問を投げてほしいですし、それこそね、検察庁法の改正とか言って、なんか35万リツイートとか、それも悪くないんですけども、こういう問題にね、もうね、500万ツイートとか、ぶち込まないとは、ね、どうにもならないんですよ。で、その近くには石垣島とか宮古島もあるんでしょ？尖閣諸島の次はここですよ。そして沖縄ですよ。
沖縄島民の皆さんね、うん、尖閣諸島って本当ついそこじゃないですか。怖いですよね、うん、でもう一個記事見ましょうか。あれこれは違うのかな。すいません、もう一個記事見ようと思ったんですけどどっか行っちゃいました、今日はこれだけにしておきましょうか、うん、あの URL つけておきますので皆さんも読んでですね、うん、もうなんか肝を冷やしてくださいよ。これ危ないですよ、これ膨張する中国。ちょクリックしてみましょうか。怖いですね。なんでこういう風なね、中国がね世界を侵略してますよ。少数民族を弾圧して、なんこんなこと許されるんですかね、その野蛮な、うん、まあ、確かにね、かつてはイギリスっていう国がねバイキングとかやって他国から物を奪ってましたよ。それはそれでいろいろと思うところがありますけども、今こんな時代になって G7 とか G20 っていう時代にですね、しかもこの今あれでしょ、あの感染症に立ち向かっていかないといけないわけでしょ、うん、その当事者でその何ですかね、感染症を広めた張本人のそのシナがね、中国がね何やってんだって話ですよね。これ怖いですね。いやこんな YouTube 上げて大丈夫ですかね。でも私の感想ですよ、これ怖いですよ、こんなこと。尖閣諸島なんか遠くに見てましたけど、尖閣諸島問題こんなことになるんだと思いましたね。あのこれ日本の漁船とかを排除するんでしょ、これから。ここ何なんですかね一体。もう人間っていうのがもともと土地の取り合いをするのがおかしいわけなんですけども、神様がね人間に使えって言った土地ですから、それをねなんかこっからこっちまでは、うん、我が陣地、こっからそっちは君の陣地、ここは曖昧なところみたいなね、陣取り合戦になっちゃってるのもね妙な話ですけども、いやーなんかね結論が出ませんけども、とりあえずこの記事みんな読んでください。そしてわーって言ってください。わーってね、なんだこれやって言ってくださいよ、うん、なんか他人事じゃないですよ。本当に危ない危ないですよ。もう近々戦争があるんじゃないですかね。近々って10年以内に戦争があるんじゃないですか。皆さんの周りの人が連れていかれるかもしれませんよ。もしくはどうするんですかね、降伏するんですかね。我々は降伏して少数民族弾圧にあったある民族のように、私たちも同じようになんかあれですかね、強制収容所送りになるんですかね、順番に。どうなんですかね、なんか怖いですね。あなたたちの知り合いが、子供たちが連れて行かれるってことどうなんないですかね。怖いですね、得体の知れない国ですね、本当にね。あの中国の友人はみんないい人なんですよ。なんでこうなっちゃうんですかね、何なんですかねこれはね。ということで何の結論も出ないまんまグダグダと喋ってしまいましたけども、産経新聞の記事見て私は素直にビビってます。